アテネ地下鉄路線図アテネ地下鉄は、ギリシアの首都アテネの地下を走る公共交通機関である。イソップ社及びアッティカメトロ社という二つの事業者により運営されている。建設に際しては、多くの古代ギリシャ時代のアテナイの遺跡が発掘され、一部はそのまま駅構内に展示されている。1号線は1869年2月27日に、 アテネとピレウスを結ぶ蒸気鉄道として開業した。1904年に電化され、今日では郊外のキフィシアまで開通している。全長約2 6トルでグリーンラインとして知られている。開業当初が蒸気鉄道だったことからもわかるように、ほとんどの部分で地上を走っており、地下鉄部分はアテネ市内のごく一部のみである。アテネ地下鉄1号線として、 地下鉄路線図などにも描かれるが、1号線のみ、一プ車の所有、運営である。2号線と3号線とは、経営母体が違うが、切符は共用であり、車内放送や、駅の案内も含め、実質的には一体運営となっている。地下鉄2号線、3号線の建設は、アテネ市内の交通渋滞の削減とスモッグの、 減少を目的に、アッティカメトロ社により1991年より建設が開始された。工事中は、市内至るところで遺跡が発見され、その都度調査が行われた結果、工期の遅れと工事費の増大に悩まされたが、共に2000年1月に開業した。2号線は赤、3号線は青で表示され、アッティカメトロ運営会社により運営されている。また、 工事中に2004年の夏にアテネオリンピックが開催されることが決定したため、3号線はオリンピックに間に合わせるように、アテネ国際空港までの区間を開業し、空港への直接乗り入れを開始、さらに2007年5月には、エガレオまで開通した。2.3号線は、さらに区間延長を計画しており、現在工事中である。また3線ともに、 アテネの近郊鉄道と接続している。路線長は3号線の空港直通の近郊鉄道区間を含まない部分の延長は 16.4km、2号線の延長は約 11km、3線の営業キロの合計はおよそ 77km である。1985年頃までは1925年に製造された 木造電車が現役で、構成車両に混じって使用されていたが、現在では、淘汰されており、また1969年までに製造された、構成車両と、1985年に製造された、ドイツ製の車両についても、すでに全車廃車されている。現在の車両は、1984年から2004年に、かけて、ドイツのシーメンス、または、 アドトランツ製かあるいは両車製の電装機器を使用して、車体をギリシャ国内で製造された車両で、数回にわたり製造されたが、車体の基本設計は共通である。合計245両が製造されたが、うち2004年製の給料が2009年3月2日に、テロリストによって破壊されたため、現在は236両が在籍している。冷房は未装備で、 一部車両には送風装置が設置されている。また貫通路がないので、車両間の移動ができない。これらの2線に使用されている車両は、基本的に共通運用であるが、3号線の空港直通用車両については、空港までの近郊鉄道が地下鉄部分とは異なる、交流方式で電化されており、かつ、パンタグラフ方式による終電のため、専用車両が使用されている。 2000年に2号線開通のために製造された車両は1号線と同じくシーメンス車製で6両編成28本が在籍している。非冷房車であったが現在冷房装置取り付け工事を実施中である。2003年から2004年に増備された車両は2号線の延伸と3号線の開通に備えて製造された車両で 韓国現代、ロテム製の車体に、三菱電機製の電装機器を装備している。このうち、地下鉄線内専用の車両は、直流方式のみで、6両編成14本が、在籍している。またこの車両より、冷房装置が取り付けられた。空港直通用車両は6両編成7本が、在籍しており、基本的な設計は直流専用車と同じだが、 伝送機器は交流、直流共用で、車内には空港利用客向けにスーツケース置き場なども設置されている。地下鉄のトンネルの建設中に何点もの考古資料が発掘された。これは考古学的問題によるのではなく、歴史的資料の破壊が差し迫ったことによる緊急考古学の結果によりもたらされた。考古学者チームは6年間にわたって、 技術者と共に働き、発見された考古学資料を保護、記録した。それには、古代の道路、家屋、墓地、生育、公共ワークショップ、工場の穴、水道、井戸、貯水槽排水管、下水トンネルが含まれている。これらと共に、古代都市の地形に関する新しい洞察が可能となった。過去には、 このような急速な開発が考古学的な配慮を伴った研究、保存と協調して行われたことはなかった。古代の構造物、またはそのレプリカは、その構造物が出土した近くの駅で展示されているのを見ることができる。チケット、主なチケットの種類は次のようなものである。乗客は、最初に乗車する駅の乗り場入り口でチケットを有効化しなければならない。 有効化されたチケットを持っているかどうかを、社員、または、私服の検察員が随時チェックし、その場で提示できなかったり無効な場合は高額の罰金が課される。65歳以上、または18歳以下、あるいは25歳以下の大学学生証保有者は、割引料金での乗車が可能。また、六歳以下の幼児は、無料で乗車可能。なお、近く間は、 オモニア・ビクトリアのみ。なお、エスニキア・ミナ・アテネ国際空港の区間で、行われていた工事は完成し、運転再開した。しかし、運転再開時に開業予定だった以下の駅は、工事は続けられているが、2010年現在、未開業である。2号線、3号線の延長が計画されている。2009年に開業予定の路線もあったが、2010年8月現在、 未開業である。ただし工事は継続しており、間もなく開業を迎える見込み。また2018年にかけて、さらなる延長も計画されている。また、4号線の建設も計画されているが、2008年6月現在、資金が確保されていない。現在の終点から南西方向への延長線が工事中で、2010年春までに、 全線開業予定であったが、2010年8月現在、未完成である。ただし駅設備などは、完成に近づいており、そう遠くない未来に、開業の見込み。南西方向への延長線が現在工事中で、まずハイダリー駅までの区間が2009年後半に、開業予定であったが、工事は遅れている。その後は、ピレウス方面への延長が計画されているが、 開業予定は未定である。また、新たな車両基地を異例のなず駅近くに建設中である。地下鉄の安全、清潔、快適な環境を維持するために、以下の行為は禁止されている。なお、ペットは箱の中に入れて輸送できる。車内及び地下鉄駅構内では有効なチケット、またはカードが必要である。発車ベルが鳴ったら、列車に乗ってはならない。 駆け込み乗車はもってのほかである。2007年9月に、アテネ市長が、金曜日及び土曜日の深夜2時までの営業時間の延長を提案し、2ヶ月後には、地下鉄の1.23号線で、試験的に、夜間営業を開始すると決定した。市ション駅近くの電車区で、木造車2両及び1958年に、製造された、構成車両2両が保存されているほか、 沿線や、博物館にも数量保存されている。stashi, tickets-barred-in-the-metro-systemhttp:/stasy.gr/slashindex.php?id="71&l="1",stashi. チケット h t t p s t a s y g r i n d e x p h p id ー<ジ> L イコール 8&l=1eligible to reduced f a r h t t p s <ッ> t a s y g r i n d e x p h p id イコール 73&l=1c249 <ジ>ありがとうございます